はい、ということでゆるゆるとりたいことなんですけれども、このチャンネルではゆるく楽しく美味しくをテーマに、釣りをしている人でもそうじゃない人も釣りの高さが感じられて、ちょっと魚で美味しいご飯が食べたくなるような動画を配信しておりますので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。口が回りません。はい、ということで10月27日ですね。結構寒くなってきましたね。はい、平日でございますと。で、今日ちょっと風が吹きそうで台風が近づいているので、うねりもちょっとあるんですけども、今引き上げられてて行って、まずちょっとアオリイカをちょろちょろと1時間ぐらい狙って、その後カワハギをちょろちょろっと狙って釣って、で最後もうチャンスがあれば沖に出てマダイを狙ってみようと思いますね。新しいタックルをちょっと持って試しで持ってきているので、釣れなくてもいいので使い心地とかが分かればいいかなと思いますね。よろしくお願いします。ということでポイントを到着しましたね。秋山ポイントでございます。7時18分ですね。今ここにポイントつけてる時にいきなり釣れてたんで、今日も活性がいいかもしれないですね。やっていきましょう。やっていきます。今日はこっちに流れてますね。わあ、なんか飛んできてる。めっちゃ低いとこ飛んでる。何あれ。この前のパターンだとちょっと近すぎなのかな。もうちょい下がっていいかもな。意外と潮早いかもな。張っちゃう糸が。ちょっと曇ってるのが気になるので赤テープに締めます。これでなんかタコが乗るようだったら下がるかな。ちょっと下がってみましたね。締め寄りがあんまり良くないかもしれないと思って、ちょっとここからやり直してみたいと思います。今日は思ったよりサクッといかないぞ。台風の前で避難してるのかな。アオリが釣れないと始まらないぞ。今日は締め寄りが出てるかもしれないですね。みんな釣り始めた。ああ、やっぱり締め寄りが釣れてるね。来た、やっと来た。やっと来たよ。やっぱしまよった方がよかったんだね。やっと来た。おお、引くね。まん、おお、ちょっといいじゃん。抜けるか。よいしょー。あ、わ、落とした。ごめんごめん。痛い。ごめん、痛いね。あ。ああ違う、目か。ダメだ、抵抗がすごい。あ、待って、イカだった。イカだよ今の。やっぱりイカの足まだいるかしら。ちっちゃかったけど、なんか目をこすったのかと思っちゃった。ちょっと襟変えてみよう。ちょっとムラムラで乗ってくるか試してみよう。まだいるかな。いなくなったか。パタパタ投げて。かじられてるし、ちゃんと。わあ、これに気づいてないなんて。ダサいぞ。カリって感じ違うと思ったのかな。あんなにかじられてたのに。おー、いた。まだいた。いた。犯人見つけたよ、お前ね。いたので、ね、かじった人。ちょっと君でしょ、かじってたの。大きくないよ。よいしょ。あらー、リリースサイズだね君は。すぐ返してあげよう。はい、またね。雨が降ってきましたね。しかもまあまあちゃんとした雨です。これ行っちゃいなよ。ちょっと最初は見守らせて。うん、キャストしたら7、8ぐらいになってると思う。30ぐらい沈めてもいいかもね。うん、2回ぐらいでいいと思うよ。うん、3秒待つぐらい。5、6秒かな。7、8待ってもいいかも。サクッと後って、うん、糸はこう貼っといた方がいい。あー、振った分さ、うん、張ってた方がもちろん当たりが分かるんだよね。で、ちょっと張ってると着底した時にパッて緩むから、うん、着底がすごい分かると思う。ただどっち嘘
正義が動いてないね、多分。パシッパシッと。ああ、いや。うん。なんならもうなんか、まず腕だけでピッてしゃくって、その後巻いてもいいぐらいだと思う。しっかり営業動かして。うん。先にピッてあげて、ちょっと巻くって。緩ませてた方が、多分イカが営業を持った時に違和感持ちにくいらしいけどね。張ってる方が、あって話したら、どっちを取るかだよね。なんか渋いなと思ったら俺結構緩ませるけどね。必ずしもこう、張っといた方がいいとか、なんかピッてならないね。ああ、どうした？うん、やっぱ襟に力、意外と動いてないかもね、今。なんか、45度か60度ぐらいか。そこでピッて乗るように。だからパッて張りがかかった時にちょっとドラグが出るぐらいだから、多分今ドラグが乗ってない。だから、あんまり今動いてないんじゃないかな。ああ、うん。このぐらいグッて。うん。ピシッてなった方がいい。いや、俺がドキドキするわ。なんか釣れそうだな。うん、しゃくる前にちょっと張る感じになるから、ちょっと糸巻いといて、ちょっとだけたるんでる状態にしてパンってしゃくるとか、60度ぐらい差を上げたぐらいでピシッといったなって、襟にしっかり、ああそうそう、多分しゃくったらちょっとまたたるみできるから、その分巻いてたるみをまた取ってしゃくるって感じかな。ああ、うんうん、そこでもうちょっとドラッグが出たら、あの竿がぶれなくなるから。ああでもいい感じ、いい感じ今、うん、張った時にちゃんとドラッグも出てくれて、さすがテンションも緩まないから、あーそうそうそう、あーいいね、よくなった、よくなった、よくなった。もっと、うん、うん。そしたら多分、しゃくった時に、シャッシャって、ドラグも出て、ピシッとしゃくれて、右にも伝わるから。ああ、いい感じ、いい感じ。ああ、そう、あ、いいね。次釣れるな、これ。2回くらい、パーンパーンって、やってもいいかも。ああ、ちょっと回収かな、近づいちゃったね。糸出す時に、サミングってわかる？うん。そうそう、でちょっとずつなんか糸の張り感じたら指を離して出すとかすると、うん、着底した時に糸が止まるから、あいい感じいい感じ、あいい感じいい感じ、そうよ、あとはイカ次第だね。釣り人は満点の作業してるから、イカ次第、あとイカ次第、こんな感じでいいんだって、なんかそれでいいっていうのが分かるとか、自信が、うん、多分今それ糸張り気味でしょ、うん、ちょっとそこついたら緩むんだよな。あ、今ついたと思う。うん。ああ。ああ、いい。それそれ。これ投げた後、一旦糸吹け取って、前で、こう。うん、そして張っていくから、やったら垂らすのね。ちょっと待って。で、この時大体まあ3秒で1秒だから、3秒ごとに糸が出ていく感じになるのよ。で、24秒ぐらいしたら大体止まるから、それが着底のやつかな。まだ張ってるね。分かる。うん。これ緩めてるけど、張っててるよね。離して。緩んで。うん。で、まだ張ってるよね。まだ張るよね。まだ張るけど、あ、ここだね、多分。ほぼ止まってる、これで。さあ、もう離しても、張っていかないから。まあ、風もあるけどね。こういう感じ。それ、しゃくって。しゃくって、うん。これちょっと、多分今ついた。うん、ちょっと長めに出す。ちょっと出してみて。ちょっと今、わざと、今、たるませてるんだけど。このたるみのまましゃくると、竿が上がりすぎるから、ちょっと巻いてあげて、ここでこういう風に回数をこれ重ねると、ちょっと下向けとくね、襟を下向けたいから、ちょっと
しなやかだな。ああ。肘と手首。あ、まあ右が右利きだからね、やっぱりね、うん。ルアーを操作するなら右手の方がやっぱり利き手だからね。最初俺左手だったけど、うん、なんかこっちの方がやりやすくなっちゃった、やっぱり。うん、こんな感じかね。うん、かも。ついてるかもね。なんか、お手本見た後だと、すげえわかる。ああ、いい。あ、いい、いい。今の2回目めっちゃいい。あ、じゃあ、そうじゃない。今日2人なんですよ。なんとか釣ってもらいたくて。投げないんですか？ちょっとだけ、もうちょっと待ちます。投げますけど。お、乗ってんじゃない？あー、こう。重くなった？あ、いいね。ああ、あとは本当イカが来るだけだな、これ。このしゃくりができてる。あ、いいね。うえい。デギが動いてないね、多分。いいね。行っちゃいな。うん、あの黄色い部位のちょっと左を打つ感じかな、狙いは。本当？おぉ、来た来たー。もうこれイカだ。うん、なんか、びっくりしたいが、まあまあ引くよ。ただドラグめっちゃ弱い。やる？もうできるやん。いやいや、大丈夫大丈夫。まだまだ、あの後ろからね、うん、いいよ、まだ慌てる。いける？気をつけてね、ちょっと待って。僕もいた、オッケー。うい。結構でけえやん、これ。ちょうどいい、ちょうどいい。持ち帰りだね。おめでとう。あ、いい、大きいね。普通にでかいな。よいしょー。あ、いいさ、500ぐらい、500ないぐらいかな。2人だとタボ入れが楽だわ。めっちゃいいサイズ。でかいな。でかいな。ちょうどいい。やる気が出る。やっぱり移動したては君がキャストを見捨てる間に。お、乗った？タコだ。タコか。いや、いいんじゃないこれも。あ、ちょっとちっちゃいね。うん、離してあげたら。お、お、あ、イカじゃない？あ、イカだ。イカだ、イカだ。タコだ、足一本。10秒も入れないかもな。18流されるとしても、最初でボトムを取んなくてもいいかもしれないね。15ぐらい止めても、うん、2回がいいね、やっぱりね。ポンポンと右がダートして、お、お、イカだ、イカじゃん、うぇい、イカだ、イカ、イカ、それイカ、イカだ、オッケー、外れた？あ、いるいるいる、ちょっとちっちゃいかじゃん、右持って抜けるかも。あー、ギリギリだね。持って帰ってもいいよ。うん、右つかないで、あ、いい、持って帰る、いい、ナイス。手前まで来てたね。来たね。やったー、わざっす。よかった。うん、いいと思う、綺麗だ、これは。
やっぱ追っかけてきてるね、手前まで。寄ったから多分。ナイスっす。ありがとう。よかった。最後まで諦めなかった。でもダメだな、本当。あの、しゃくった時に重みがないと全然わかんない。そんなボトムでもなかったでしょ、多分。うん、そうそうそう、やっぱ浮いてるよね、少しね。おい。ウレピー。やっぱ移動して一発目は。釣れるね。はい。移動して一発目。もう一丁行きなよ。いいっすか。うん。いいっすか。ちょっと流されてるけど。やっぱ引き違うよね。初速があるでしょ、なんか。あれを当たり取ってかけれたらもっと気持ちがいいから、あ、もっともっとみたいな、もうおじフルラーみたいなあれ待って、泳がせそれなんかまた持ってない、あ、あと俺、あ、なんか持ってた今だよね、あ、待って、いるくない、なんかいる、そういう、そっちやんな、持つよ、そこ、あ、そこでトントンになってるって感じ、うん、やっぱちょっと多分流れてんだ、だからちょっと打ち直すか、うん、ちょっとロット、V 方面に行ったな、なんか山口さんやっぱその鳥居と V の間を流すとか言ってるけど、鳥居の影になるところから V までの間よく引くので、この辺を攻めてみるか、そこを取れてる、はい、ということでですね、いろいろ撮りタイムズいかがだったでしょうか。ちょっと今回ですね、あんまり撮れ高がない日の動画と、あとの友人にですね、あのイカを釣ってもらうっていう動画をちょっとくっつけてやりましたけれども、後半でね、あのエギングを教えるっていうところをちょっと多分初めて人に教えるというのをやったと思うんですけども、やっぱり難しいですね、エギングってね。ちょっとどうしてもやっぱりこう経験値がものを言いますし、やっぱ一回釣れる経験、釣れた経験が多分あの釣りをどん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 あの上達させて興味を持たせてのめり込んでいくっていうところになると思うので、最初の一杯を釣るまではですね、なんとかこう僕の動画を見てとか、あのそういったところであのサポートできたらいいなと思っております。まあ、友人にも教えたんですけど、ちょっとだけあのポイントはというか、もう所作、あの一連の流れですね、まずこうエギをキャストしますと、キャストして着水したら一旦戻して、で糸付けを回収して、投げたら風向きでこう糸がこう風に流されて糸がはらんだりするので、それを取るという意味で一旦こう着水したら起こして回して、一旦こうまっすぐに糸自分をまっすぐにして、そこからもう一度起こして糸をゆっくり落としていくという作業なんですけども、落としていくときに指でここを押さえてですね、ちょっとずつこう糸が張ってきたって抵抗を感じたらパッと離して緩めて、また押さえて、で張ってきたら離して、でまた押さえてっていう形で繰り返していって、でだんだんこう着底していくと糸が出ていかなくなるというか、テンションが緩んでこう手が軽くなる感じがするんですよね。それがあの着底の合図なので、ここがあのメタルジグと違って、あのエギがすごく軽いので、エギがゆっくりゆっくり落ちていくのでちょっと難しいところなんですけど、もしそれがわからないってなったら、もう大体自分の中でここが20秒だなとか、ここが30秒だなっていう決めて、でその秒数落ちたらもう戻して、でしゃくっていくっていう形をすればいいかなと思いますね。今のやり方でいくと、あの場所によっては寝掛かりするかもしれないんですけど、ここは20秒の落とした場所、次はさ25秒で落としてみようとか、そういったところをちょっとあのね、根気強く繰り返しやっていくしかないかなと思いますね。深いところに行くと、もう1分ぐらいとりあえず待って、1分半でもいいと思いますし、潮の流れとか風の影響でエギが落ちていくのがゆっくりあのなっていくので、ちょっとそこはですね、あのいろんな場所でちょっとここはやりながら、エギ落とす秒数をカウントして、あの着底させてっていうか、あのエギ落としてしゃくっていくっていう形すれば、しかもずっと下にいるわけじゃなくて、上にいるやつもいますし、下から上がってくるやつもいるんで、で上の方でもすることもあるので、あのどこでもですねチャンスはあるっていう形で、何秒落としてそこからしゃくり上げる、じゃあ次は何秒落とすとか根気強くやるのがいいかなと思いますね。あとまあエギの動かすあれですけど、まあ、友人にもちょっと言ってるんですけど、やっぱりこうエギがシャンシャンってこうダートするっていうか、そういった動きで、まあ、2回やっぱり欲しいです。1回やって落ちるでももちろんあのいいんですけど、春とかいいかもしれないですけど、今の秋の時期ってまだこうアオリイカが活発なので、パッパッと動いてゆっくり落ちていくとかいう形で見せていった方がいいんじゃないかなと思いますね。なんといってもやっぱりこう動いた後こう落ちていく時にイカが来るっていう、そこだけはあの守る必要があるので、ちゃんと動かした後はあの
糸をこう変に引っ張ったり動かしたりするんじゃなくて、ピャッてしゃくった後はちゃんと襟がこうぶれたり違和感なくゆっくり落ちていくような状況を作ってあげるっていうのがポイントかもしれないですね。はい、というところでしょうか。今日はちょっと釣りに行ってないんですけども、今日は強風で早上がりだったみたいですね。すごい天気はいいんですけどね、これからやっぱり北風になってちょっと風が強い日が出てくると思いますけども、あと寒くなってね、エキングがちょっと難しくなってくる時期であるんですけれども、サイズはちょっとどんどん大きくなってきますし、まだ本格的にまだ寒くなるまではアオリイカは浅いところにいると思うので、ちょこちょこ浅いところを島に近づく、島から離す、ちょっとコースを変えるとか、そういったところでちょこちょこ移動すれば、移動した一発目とかでね、もうあれって今まで何っていう思うぐらいスパッとすることがあるので、ぜひぜひチャレンジしていただければと思います。というところで今日は以上になります。ありがとうございました。また。あ、来た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 。おぉ、でかいの出た。おぉ。あ、ちっちゃいけどカワハギだった。わぁ。すごい。行ってみるこう。来た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 。おぉ。来た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 。これでかい。あ、でかい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 。